SCP 財団へようこそ。これは最後のバンドの余興バンドだと思って聴いていただければ、今流れてる SE バンドだということが分かります。私たちは SCP 財団は余興人のバンドをリスペクトしております。Bye!
白衣邪魔する。サバゲー行こう。サバゲー行こう。俺普段ボーカルやってないからね、普段ベースしか弾かないんでね。サバゲー行こう。サバ、僕ね、ご存知の方はご存知かと思うんですけど、サバゲーの本当に好きで今日これ持ってきたんですよ。今月の頭に買ったばっかなんですけどね。いやー、本当にサバゲーっていいもんですね。俺がサバゲーだ。いくらサバゲー概念ね。期待してる。俺これ MC タイム別に予定してなかったら何も考えてないよ。SCP バンドっていうね、 SCP って何かっていうとね、そう、SCP っていうのはご存知の方がいるかもしれないんですけど、オカルト創作系のそのサイトでして、僕そこで記事を書いてるんですね。でそこね、俺がいるからってことで SCP バンドってことになったんですけど、ぶっちゃけ言うとそれ以外全然 SCP に何も関係がないっていうね。でそれで面白いことが、そう、それがもう一つだけ面白いことがあって、そのことをツイッターで今日のことを告知したんですよ。下北沢エラで何時から何やりますんでよろしくお願いしますみたいな地図も載っけて、そしたら
この中に財団の人がちょっと混じってるので、今日来られてらっしゃるので、はい、ね、ね、顔写真だけはやめてくださいね。個人情報になりますのでね、はい、よろしくお願いいたします。ということで、最後。え9個いやーね、これからってところなんですけど、申し訳ありません、うち次で最後なんでございます。申し訳ない。でもね、まだまだね、最後デブ事変が待っておりますので、もうぜひ最後まで楽しんでくださいね。本当に余興ということで楽しんでいただけたなら、これで光栄でございます。噛んじゃった。はい、じゃあ最後の曲やらせていただきます。よろしくお願いいたします。話をする予定だったんですけどね、本番に至るまでこのなんか徹子の部屋みたいな口調になってしまって、本当にいい感じで終わるはずだったんだけどね。いやね、まあマナミうるせえな。これが僕のエモなんで。重い、話が重い、いらないね。次行こうか。はい、いい話をしよう。これで卒業だよ。そっか、これで卒業なんだよなと言いたいところなんだけどね、俺授業出なさすぎて、ちょっと卒業がうまくいかなくて、追試になってしまって、明日が結果発表なんだよ俺。分かるか俺の気持ち。ここそれでも俺はここにいるの。
さすが本当に。いや本場で話すことじゃねえよこれ。全員野菜、全員野菜。いや。前は前は。まあだからね、その気持ちをね、歌にして歌いやりますんで、よろしくお願いします。みんなありがとう。ありがとう。